じゃあ、ゆるっと始めさせていただきますが、じゃあ、このセッションは、フロントエンド関係で使う Node.js のツールについての紹介という感じになります。正直、ここに、ビギナーじゃないけど、日本語を聞きに来た人、お父さん怒らないから手を挙げて。みんなビギナー？OK？ はい。ありがとうございます。やっていただいて。はい。今回の話は、まずビギナーなので、ちょっと、あれですが、まあ、ビギナーじゃない人は持ち帰れるところだけでも持ち帰っていってください。はい。じゃあ、ちょっと自己紹介だけささっと済ませちゃいますけれども、佐藤あゆむと言います。ただ、どちらかというと、ホームというハンドルネームの方が取ってるみたいで、今朝、学園祭の受付行ったら、佐藤あゆむって言っても全く通じなくて、アホームですって言ったらちゃんと通じました。なんで皆さん、アホームでよろしくお願いします。で細かいプロフィールとか説明してもいいですけど、まあ、時間もちょっと限られているので、もしも興味持ってくれた人は、アホ .com っていうドメインがあるので、これ見てもらったら僕のプロフィール全部載ってます。はい。あと、いくだけ宣伝すると、最近フロントエンドエンジニア養成同梱っていうやつを教授で書いて、でパフォーマンス保証を僕書いてたんですけど、まあ、それ出したりとか、あと MVP プレスで今フロントエンド関係の、連載企画進めてますんで、まあ、見ることがあったらぜひよろしくお願いしますっていう感じです。はい。じゃあ本題いきましょう。今回はその本題としてフロントエンドのツール関係のお話するわけなんですけれども、まあ、一応ですね、そのツール、Node.js と出会う前のフロントエンド開発についてちょっと振り返ってみたいんですけども、まあ、まさにこれを事例行くのが多分当時のフロントエンドというか、多分フロントエンドという言葉がつく前だと思うんですけれども、まあ、全て僕の好きな言葉なんですけど、ある漫画の良い仕事は全て単純な作業の堅実な積み重ねっていう、これを地で言ってたのが多分当時のフロントエンドです。でそれは何かというと、結局その、まあ、マークアップ、例えば今 の, その JavaScript がすごい得意な人がフロントエンダーを名乗り始める以前って、まあ、マークアップだとかウェブデザイナーの人たちとかが、まあ、結構今のフロントエンドに近いところでやってたと思うんですね。で、まあ、そういうところで言うと、まあ、ぶっちゃけそんなにそのプログラムとかエンジニアリングが得意じゃないっていう背景からしても手作業がどうしても多くなりがちだったと思うで、フロントエンドの役割が、まあ、特に JavaScript ですよね、近年で言ったら。JavaScript の役割が重くなるにつれて、手作業だとか、属人化を抜け出すため の, その、まあ、効率化する手段というのが求められるようになりました。で、ちょうどいいタイミングで出てきたのが、まあ、フロントエンドにとっては Node.js という感じで、まあ、JavaScript であることも手伝って、フロントエンド開発と非常に相性が良かったという背景があると思います。で、今やフロントエンドをやっている人って、多分 Node で作られたツールなしでは生きていけないぐらい、身近なものなんじゃないかなと思います。で今回紹介するのは非常に基本的なんですけども、まあ、大分類としてパッケージマネージャーとタスクランナー、あとモジュールシステムについてちょいちょい紹介していきたいと思います。で今回時間も限られているので、具体的な使い方、細かい導入方法みたいなのは、残念ながらググってください。はい。チュートリアルは、まあ、ちょっと端折るので、ポイントを紹介していきます。はい。じゃあ、早速パッケージマネージャーに行きましょうか。でパッケージマネージャーって、まあ、言うまでもない人もちょっといるような気がするんですけど、この空間だと。まあ、パッケージって、例えば jQuery みたいなライブラリから、もっとミニマルな、すごい jQuery プラグインみたいなものだとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういうパッケージですね。再利用可能なパーツです。で、それを、これまでどういうふうにやってたか、これまでって言っても結構前ですけど、まあ、パッケージマネージャーを使わないっていうのはどうやってたかっていうと、例えば jQuery であれば、jQuery コムを開いて、手でダウンロードして、で作業ディレクトリにコピーするというのが、まあ、当然のワークフローでした。でパッケージマネージャーはそれを、コマンド一発でインストールできるようにしたりだとか、あとはこのインストールというやつを例えばアップデートにしたらアップデートできるし、もしも例えばバックボーン JS とかだとアンダースコア JS とか JPD とかに依存していると思いますけど、そういう依存関係についても解決してインストールしてくれるというのがパッケージマネージャーのお仕事です。で今回は特にノード学園祭ということもあるので JavaScript に限定しますけれども、ノードで動くパッケージとブラウザで動くパッケージがあると思います。まあ、例えばノードで動くのは、Express だとか、あとこの後もまた紹介しますけど Grunt みたいなやつだとか、あとコーヒースクリプトみたいな Old.js コンパイラーみたいなものだとかありますし、ブラウザで言ったらさっきから言ってますけど jQuery とか、まあ、最近だと AngularJS とかいろんなパッケージがありますけど、こういうわけになります。でこれらをそれぞれ、まあ、別々に基本的には Node.js は NPM の管理だし、
ブラウザの世界に関してはこのトリサーのバウアーですね、バウアーというパッケージマネージャーが管理する世界という形になっています。まあ、こんな感じですね。FPM はまあ皆さんご存知の通り Node.js 標準のパッケージマネージャーなんで、そんな取り立て説明することないかもしれないですけど、まあ、バウアーも同じですね。バウアー自身は、NPM でインストールするという感じになります。まあ、フロントエンド向けという感じですね。はい、一応まあ中身を説明しておくと、こういうような感じでその、まあ、これはパッケージ JSON なので NPM の公式になりますけど、NPM ではパッケージ JSON というものを通して、そのパッケージの情報を管理しています。で、例えばこれはパッケージの名前、上から言ってますけど、バージョン、説明文、作った人で、あと、まあ、メインのスクリプト、ブートストラップにあるものですね、と、あと、まあ、結構フロントエンドで開発するときに重要なのはディペンデンシーとデブディペンデンシー、依存関係の記録、この辺の情報を管理したのがパッケージですので、で、バウアーもほとんど一緒です。まあ、バウアーも多分 NPM かなり意識して作られていると思うので、コマンドラインとかのインターフェースもそうですし、バウアー JSON の中身も、まあ、大体同じような感じで管理されています。はい。で、こうしてみると、結局ですね、パッケージ JSON、フロントエンド開発においては、パッケージ JSON もバウアー JSON も両方管理するというのが、まあ、結構多い感じです。で、現実的にですね、この2つを両方とも抱えているプロジェクトでは、多いと思うんですけれども、まあ、今回は紹介しませんけど、コンポーネント JSON っていうのもまた別にあったりするんですけど、まあ、MAX って今だと3つぐらい、でも少なくとも2つぐらい管理しているというフロントエンドのプロジェクトは非常に多いと思います。で、まあ、別のエコシステムのものを管理しているんだから、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、正常なエンジニアの感覚からすると、ちょっと、ってなりますかね。僕はちょっとなってました。で、思ってたら、ですね、この間、NPM のブログで、なんか NPM でフロントエンドのパッケージを管理するっていうような、ロードマップについてのプランがちょっとブログに書かれていて、で、まあ、例えばそのなんか、実行環境ごと、今の話聞いて、特にノードで実行するものとブラウザで実行するものって本来別々のものを管理しなくちゃいけないから、それをちゃんとこう、まあ、タグ付けしたりだとか、ちゃんと分けて考えるような仕組みとかを追加で入れるだとか、まあ、あと今、NPM のレジストリにアクセスするものを API 化して、それをまあ再利用できるような形にするだとか、まあ、いろんなプランが書かれてますね。で、それが実現すれば、まあ、もしかしたら Node.js とブラウザーの世界、全部 NPM 一本で管理できるかもっていう話が、上がってます。で、まあ、やったねとは思うんですけど、まあ、今でもフロントエンドのメジャーなライブラリというのはいくつかは NPM にあります。ただ現状だとそれが結局ブラウザで使えるのか使えないのかが明示されてないんですね。なんでぶっちゃけ使えないのがあったのが実情です。で、それを解決できれば、まあさっき言ったような NPM で全てやるっていうのが実現するはずっていう感じになっています。で、それが実現すれば全てのエコシステムに対応できるかもしれないということで、例えば、まあ、Node.js で動くのは当たり前としてブラウザで動くもの、あと、まあ、グラントをこの後紹介していますけれども、開発環境で走らせるもの、あと、場合によっては、TestL だとか、そのハードウェア環境を動かすためには JavaScript が一部使われていると思うんですが、そういうエコシステムを含めて、すべて NPM で管理できるっていうのが、まあ、あるかもっていう感じになっています。ただ、実際、その、なんか、これがじゃあ実現可能なのかどうかっていう話をすると、結局、フロントエンドに関して言えば、依存の解決方法が非常に特殊だったりとか、Node.js みたいな仕組みをそのまま使えるわけではないので、ちょっと現実的ではないかもしれません。なので、まあ、本当にできるかどうかは懐疑的なんですけど、正直自分としては、まあ、一般的な開発者が困らない形で、この解決すべき問題というものがちゃんとクリアになれば、まあ、今言ったような NPM 一本で、パッケージマネジメントができるというフロントエンド開発も実現するかもしれないという感じです。だから、これ混戦してるんですかね。なんかこれの NPM の話をしているだけで30分ぐらい話しちゃいそうだったので、ブログに分けましたので、興味がある人はブログ見てください。あ、で、言うの忘れてた、ツイッターとか、まあ、皆さんの手元にパスワードがあるからツイッターとか見れると思うんですけど、ツイッターでハッシュタグ付きで今のセッションのリンク集も URL 流してあります。で、その中にスライドも入っているので、参照してください。で、スライド中で紹介する
URL とかもそのリンク集に全部載ってるので、ギストの URL になります。まあちょっと見つけてください。多分見つかった。ノードテスト B っていうタグをちゃんとつけます。はい。はい。まあ、っていう感じのサマリーの紹介で、一応なんか役に立ちそうなことを言っておくと、まあ、チップスとして、NPM のコマンドの短縮入力の話なんですけれども。諦めて地声で話してもいいですかね。まあ地声だとそうだな、こっちが早すか困る。はい、じゃあこれで頑張っちゃいます。キンキンになるけど、はい、ちょっと大きく嬉しいかもしれません。で、まあ、例えばこれは単純に要はショートカットでエイリアスがあるというだけの紹介です。NPM のインストールは I で済むし、リムーブだったら RM でいいし、あとパッケージ転送にその依存環境を記録するオプションの、セーブとかセーブテーブルについても、大文字の S とか D とかいうやつで短縮入力できるので、まあ、もしも知らない人がいたら、使ってみると楽だと思います。あと、ノートシーンクラップ、NPM シーンクラップっていう機能がこれまたあって、まあ、これは完全に今、ノート使ってる人向けになっちゃうんですけども、なんかさっき言ったパッケージの依存関係を解決してインストールしてくれるって言いましたけど、そのパッケージが増え続けると、その、あるパッケージを入れたパッケージの依存関係のパッケージ、パッケージ、パッケージというのがあって依存関係が非常にでかくなってくるんですけれども、で大きくなってくるとその依存ツリーのどこかで破壊的なアップデートが行われたときに、その動作が保証されないアプリが壊れちゃうみたいなことがたまにあるんですね。でそういうときに、まあ、シュリンクラップっていうのを使うと今動いてあるであろうノードモジュールサイン、バージョン情報って全て固定して記録することができて、まあ、絶対に揺るがない、ちょっとバージョンの姿勢が曖昧だとしても、今使っているモードだけを使うみたいな情報を吐き出して管理することができるというチップスです。あと、あれですね、バウアーなんですけど、バウアーとかでバージョンの競合が起きたときに質問されることがあるんですね。例えば、あるモジュール、パッケージを入れたら、AngularJS の 1.2.何とかを要求していて、で、あるパッケージを入れたら、AngularJS の 1.3.何とかを要求してくるみたいなことがある。時にちょっと質問されるんですけど、それも要はどのバージョンにしますかみたいな質問されることがあるんですけど、こういうのって自動化したりとか CI で回す人が結構うざいので、それもバウアー自動のレゾリューションフィールドっていうのを入れると、その質問のデフォルトの答えとして、アンギュラーだったら 1.3.0 もいいから、俺に聞かなくていいから入れてくれみたいな指定ができるみたいな。はい。じゃあ、タスクランナーの話に移っていきます。でタスクランナーは何をやるかっていうと、ここからは多分まともな話になると思うんですけども、地味な手作業の2つ目、何かしらのタスクを実行したいときって、GUI のアプリかもしれないし、まあ、このスライドのようなコマンドかもしれないんですけど、まあ、何かしら手作業が入ってたと思うんですね。タスクランナーを使うと、そういう、まあ、よく使う内容自体を設定ファイルにまとめて、使うときはまとめて自動で実行できるみたいな手段を提供してくれます。で、まあ、この手の解決って、別に、なんか、すげえ古い話したら、じゃあ、メイクだとか、レイクとか、いろいろあるじゃんっていう話があるんですけど、まあ、フロントエンドにとっては、それがノードベースでできるという点で、画期的だったし、普及したというような背景です。で、まあ、今、そのフロントエンドのタスクランナーに求められる機能って、最初の方はもう最初に言ったような、その、CSS のミニファイだとか、あと、まあ、JavaScript をちょっと Alt.js をコンパイルするぐらいだったんですけども、結構今となっては、例えば CSS スプライトとかも全部自動生成するし、まあ、開発用のローカルサーバーの立ち上げだとか、全然ファイルのビルド以外に、ファイルのビルドに関係ないものとかも結構タスクとしてもりもり役割が持ってきています。で、そういうことができるので、今使って、言われているもので、大きなやつはグラントとガルフと呼ばれるものです。で、それぞれグラントは、まあ、Node.js のタスクランナーという感じであって、で、まあ、結構、グラントの方が古いですね。で、ガルフの方が比較的新しいんですけど、こっちはストリーミングビルドシステムって言っていて、なんか微妙に名乗っているものがちょっと違います。で、その辺の名乗りの違いが、まあ、設定ファイルとか、あと実際の動きとかに、違いが出ているんですけども、まあ、この辺は保留説明します。で、さっき言ったタスクとかを実現するためには、そのグラントにプラグインという形で、あるタスクを行うプラグインっていうのを、インストールすることになるんですけれども、
そのプラグインも、まあ、ブラウンだと3800ぐらいあって、バルクだとか1200ぐらいあるんですけれども、まあ、実はこれはすごい差があるように見えて、まあ、差は確かにあるんですけれども、あのバルクでもなんか普段使いたいタスクとかは大体手に入るので、そうそう困ったりはしないので、あんま気にしなくていいと思います。はい、でこのタスクランナーを使うときはグラウンドにしてもガルプにしても、基本的には、まあ、例えばグラウンドだったらグラウンドファイルです、ガルプだったらガルプファイルですっていう、そのタスクランナー自体の設定ファイルっていうのを管理して、あともう一つどんなプラグインを使うかっていうのをパッケージでそのに、記録します。さっき説明したディペンデンシーズの話ですね、あの辺りに何々プラグインみたいなのが書かれていて、あこの環境ではこのプラグインを使うんだみたいなのを記録するという感じです。で実際にじゃあタスクランナーの設定ファイルなんですけども、設定ファイルでちょっとこれから違い説明していきますね。グラントなんかは、ですね、どちらかというとこれ、ごめんなさい、スペースの都合で、コーヒースクリプトで書いちゃってると、要は JavaScript だったら、ただのオブジェクトがたくさん入ってるだけだと思えばいいです。で、オブジェクトで書いてるから、まあ、拡張子 JS だけど、ほとんど JSON を書いてるのと大して変わらないような、宣言的な記述ができるというのが、まあ、グラントの特徴です。で、ここで書いてあるタスクは、まあ、ちょっと行動でペロッと説明しちゃいますけど、あるファイルをスタイラスという CSS プリプロセッサーで変換して、出来上がった CSS をどこかに書き出す。で、その CSS にオープンプレフィクサーという、プレフィクス、ベンダープレフィクスを自動で付けてくれる変換を適用する。で、最後に CSS のミニファイルを適用するみたいなことをポンポンポンと実行しているというのがこのサンプルの内容です。で、どういう流れになっているかというと、向こうだから、インデックススタイルというのがありますけど、それがまずスタイラスのタスクに渡る。でそうすると、スタイラスのタスクは一回ファイルを吐き出すんですね。テンポラリーのファイルで。これはもう自分で名前決めます。で、それをオールプレフィクサーのタスクがまた拾い上げてっていうのを繰り返して最終的な成果物になるというのがグラントのフローです。で、まあ、さっきのその JSON みたいな設定ファイルというのは結構、設定ファイルとしては非常に書きやすいんですけれども、見ての通り、一つのファイルに対して、なんかいろんな処理を適用するっていう流れを記述するのにはあんまり向いてないんですね。なので、どうしても設定の書き方、自体は冗長になりがちっていう欠点は若干あります。今回のサンプルにおいては。はい。で、それをガルプがどうしてるかっていうと、ガルプは、まあ、後発なので、要はグラウンドのそういうところに不満を持った人が作ったんですかね。ちょっとわかんないけど。まあ、そこら辺の問題をちょっと解決しています。で、ガルプの場合は、設定ファイルっぽいというかは、どちらかというと普通に JavaScript っぽいコードで設定を記述します。でも、書いてある内容ってすごい簡単なんですよ。ガルプタスクっていうメソッドで、タスクを定義していて、ガルプソースでさっき言ったその、まあ、インデックスタイルみたいな元のファイルを取ってくる。で、その後、まあ、ノードケースのストリームっていう仕組み、リンク中にストリーミングとはみたいなのは書いてあるので、ストリームの仕組みについてはその見てほしいですけど、そのストリームを通して、スタイラス、オートプレフィクサー、CSS ミンというタスクを順番に適用している。で、最後に、ガルプベーストで出力するみたいな感じになっています。まあ、そんな複雑じゃないですよね。で、こんな感じ。ガルプはストリームで、タスクからタスクに直接流し込んで、入出力を取っているので、一回ファイルに書き出したりとかがだいぶ、まあ、ファイルのインプットアウトプットの、オーバーヘッドとかも少ないでしょうし、まあ、経過に動作することが期待できる。で、かつ、さっき、グラフファイルの時にちょっと言った、処理の、一つの処理ファイルに対する複数の処理の適用の流れっていうのが、まあ、こっちの方がまだわかります。インデックスファイルを読み込んで、タスク、タスク、タスクに適用してるなっていうのがわかるっていうのが、まあ、違いです。で、まあ、ここまで言っちゃうと、なんか、グラフとかガラフィに比べてちょっと劣ってるようなふうにも思えちゃうんですけれども、まあ、設定ファイルっぽい設定ファイルっていうのは、どちらかというと、まあ、こういうですね、今このサンプルには JS ダックプラトっていうその、JavaScript のドキュメント自動生成ツールとか、あと、コード品質のレポーターツールの適用なんですけど、まあ、こういうなんか一つのファイルに対してどうこうじゃなくて、まあ、何かしらの、生成ツールを実行するよというタスクを宣言するだけで言えば、なんか、ガルプよりはグラウンドの方がこういうもので、見通しがよく感じられるっていうのが、思われます。なので、まあ、違いとしては、ガルプはあくまでファイルのビルドシステムで、グラントは、まあ、広い意味でのタスクランナーなのかなっていう特徴付けがあると思います。で、まあ、グラントもいろんなニーズをアップデートで解決するつもりがあるみたいなので、まあ、その辺もしも気になる、すでにグラントとか使ってる人とかは、これもリンク集に載ってるんですけど、ステートグラントってなんかの、夏ぐらいかな、5月ぐらいですね。にあったグラントのこの先のアップデート計画みたいなものがあるので、まあ、それを見てみるとどうなっていくかというのが分かると思います。あと、プラグインとかも結構いろいろあって、そのグラントが歴史が若干古い分、まあ、みんな思うところがあるんですね。
で思うところをそれぞれプラグインにして解決法を結構シェアしているので、まあ、こういうものを使ってみると今すでにグランド使っている人とかはいいのかなと思います。であと1個言いたいのは、設計がどうしてもさっき最初に挙げた通りそのグランドのタスクがいっぱいになっちゃうと、まあ、グランドに限らずガルフにしてもグランドにしてもタスクがいっぱいになっちゃうと設定ファイルがすごいでかくなるんですね。でそんな中にちょっと言いたいのは NPM ランというものがあります。で NPM ランは今紹介したグラントでもガルフでも何でもないんですけれども、 NPM に標準で備わっている、まあ、要は、この下のスクリプトスキル、これがパッケージレソンのところにスクリプトスキルとして、まあ、エイリアスを設定して、でそれを叩いたら規定のコマンドが走るというすごい原始的なタスクランナーの機能を持っています。で唯一の弱点は引数の受け渡しみたいなやつも NPM のアップデートで最近できるようになったので結構柔軟に使える人は使います。で僕は NPM プランが結構好きだったので引数の受け渡しができるようになった時はすごい、あ、来たこれと思いました。なんで NPM ランを復活しているかというのもあるんですけども、グラントだとかだと、グラント自身のリポジトリとか見ると、グラントは自分自身をビルドするのにグラント5GS を着用しているんですけど、ガルトに関しては実は NPM ランをどうやるかがいくつか使っているみたいで、これあのガルト JS のパッケージ生成のスクリプトスキルなんですけども、結構 NPM ランを活用しているなというのが分かる感じです。なんで、まあこういう感じで、まあ、だからガルトとしてはビルドシステムとしては自分自身を使うかもしれないけど、周辺のテストとかリードみたいなものはもしかしたらなんか自分自身使う以外の NPM ランとかのソリューションでいいんじゃないかみたいなのがもしかしたらあるのかもしれません。はい、まあ、なんで個人的にはビルド関係はガルフでやって、こういう細かいタスクとかは NPM ランに任せると、なんかガルフファイルもそんなに大きくなりすぎないし、NPM ランでシンプルにできるからシンプルにできるっていうんで、まあ、コンパクトにはまあいいかなっていうのが最近の気持ちです。あとなんか、今日これなかったサブスタック誌も NPM ランいいよねみたいな記事を書いていたと思うので、興味がある人は見てください。まとめとしてはグラントは、まあ、総合的なタスクランとしてはバランスがいいかなというのと、ガルフは、繰り返している通り1つのファイルに複数の処理を適用するときには向いているかなという感じです。あと NPM ランも意外に使えるので、まあ、ごってり設定が必要ないときとかは、まあ、気軽に使うのに向いているので選択肢の1つとして持っておくといいのかなという感じです。はい、最後モジュールシステムの話をしましょう。でモジュールシステムって何だって感じなんですけど、モジュールシステムはいわゆるあれですね、レガシーコードをなんとかする仕組みです。ざっくり言っちゃうと。結構、例えばその、裁量性が低い JQuery 200行、200行だったら全然マシですね。1000行ぐらいのコードとかって、結構昔のフロントエンドで平気で存在してたと思うんですね。で、しかもそれがページ単位に点在しているとか、あと、それの読み込みもなんか依存関係があるからよくわかんないけど、スクリプト要素をこう、並び替えて何とか読み込んで動くようにしようみたいな、下手すると JQuery 読んでプラグイン読んで JQuery 読んでプラグインみたいな経験あると思うんですけど、まあ、ああいうものです。だ最近ではクライアントサイド MVC がどうだとか、フラックスがどうだとか、あとモジュール管理でいいよねとか、依存解決とかって仕組みが必要だよねみたいな意識の変化があったので、モジュールシステムが必要になってきました。でサーバーサイドでは Node.js をはじめとして言語レベルで結構サポートされていることが多いと思うんですけど、フロントでは全然そういうものがないので、フロントエンドに関しては何かしらこれから紹介するモジュールシステムというものを導入しないと、これらのこの分割されたコードファイルですね、をモジュールとして管理することもままならないし、依存を回避するということもままならないというような形になっています。で、このモジュールシステム関係の単語について聞いたことがある人は、結構なんか、ブラウザ界がどうだとか、AMD がどうだとか、ES6 があるぞとか、なんかもう、たくさんあるけど結局どれさみたいなことがあると思うんですね。まあ何でもいいよっていうのが心の叫びで、僕もそう思うんですけれども、動けば、一歩一歩説明しましょう。で、ブラウザファイル、これがまあ一番最初に紹介すべきかなと思うんですけど、これはコモン JS、ノード JS のコモン JS スタイルをブラウザで実行できるようにする仕組みです。で、やってくれることとしては NPM で公開されているパッケージ、ノードモジュール使える。とか、あと、まあ、Node.js の一部のビルドインパッケージとか、あと自分で書いたコードを一通り Common.js スタイルであれば、つなぎ合わせて、一つのタイルにまとめてビルドしてくれるというのがブラウザ界です。で、もちろんこれはブラウザで実行できる形でアウトプットします。で、まあ、Common.js スタイルのこんな感じですね。
モジュール、スポーツだとかリクワイアとか、そういうのでちゃんと JavaScript ファイルがそれぞれ定義されていれば、ブラウザ界でビルドできるという形になります。で、このリクワイアとモジュール、スポーツの仕組みに残っているだけなので、ブラウザ界自体はほとんど特別な設定が必要ありません。で、もしもちょっと設定が必要というときも、パッケージ JSON のフィールドをちょっと拡張する形で利用できるので、あくまで NPM のエコシステムの上に乗っかって、ブラウザ環境での依存関係だとか、NPM に公開されるパッケージ再利用というのをサポートするというのがブラウザ関係です。で、あと、リクワイア JS。リクワイア JS は正確には NPM というか、ノードだけじゃないんですね。実際にはリクワイア JS というのは、ブラウザ上で動作するランタイムライブラリも持っています。それが別にノードで動作するビルドツールも持っているというダブルスタンダードの感じ。で、ここで紹介するのはどちらかというと、ブラウザ上で動くほどリクワイア JS の話になりますけれども、リクワイア JS は、ブラウザ側でリクワイア JS っていうライブラリをスクリプトで普通に読み込んで、で、必要に応じてモジュールをサーバーサイドから、非同期でリクエストを取って引き寄せてくるという形式をとっています。で、この非同期でロードするときのロジックがちゃんと賢いから、そのときに依存解決も行われるというような感じですね。で、一応書き方としては、一番が ACL ですね、スクリプトでソースリクワイア JS で、データメインで、一番最初に読み込みたいスクリプトを設定しておくと勝手に読み込まれます。で、あとはそのメイン JS がもしも他のモジュールに依存していたら、そのモジュールもまた勝手に読み込んでくれるという感じで、順番に依存関係を全て解決しながら読み込んでくれます。で、さっき紹介したブラウザファイルとかは設定ファイルがすごいなくても結構簡単に動くものだったんですけど、リクワイア JS はぶっちゃけブラウザ側のパスとあとサーバー側のそのパスとか結構合わせなくちゃいけないものがいろいろあるので、どうしても設定が煩雑になりがちです。なので、ここら辺は結構こまめに設定してあげないとちょっと使いづらいかなという感じです。で、昔なんかはそのアンダースコア JS とかバックボーン JS みたいなライブラリは、AMD の、今回のリクワイア JS で使える形のものを取っていなかったんですけれども、最近では対応したので、もうちょっと楽になってるかもしれません。はい。であと、Webpack。で、Webpack っていうやつは、今紹介して AMD とコモン JS のスタイル両方に対応します。で、プラスアルファって書いてたんですけれども、こいつは、さっきのブラウザは常に一歩でしたね。で、リクワイア JS は常にバラなんですよ、基本的には。なんで、一歩がバラかって言って、ちょっと両極端だったんですけど、Webpack はちょっといいとこ取りができて、エントリーポイントを決めることができます。で、例えば、エントリーポイント A と B を決めて、それをビルドすると、エントリーポイント A からのビルド結果と B からのビルド結果をそれぞれ別々に出力し、さらに A と B 両方とか使っているモジュールは、コモン JS として分けて吐き出すみたいなことができます。理想的っちゃ理想的ですよね。なんとなく一番賢そうな感じがすると思います。だから、例えば A というページでは AJS を読んで、コモンを読む。で、B では BJS とコモン JS を読むということが簡単に実現できるという感じです。で、さらに、ちょっと気持ち悪いのは、AMD じゃないですけども、部分的なやつはチャンクとして吐き出すことができて、それは、さっき言った A と B とコモンとは別の、非同期ロード対象のチャンク JS みたいなのも定義することができます。で、なんか見るからに賢そうなんですけど、もちろん設定ファイルは長くなるし、結構ややこしい感じになっています。ただどうしてもこの、今紹介したような機能が使いたいときは、Webpack をちゃんと使うと、それは便利だろうなという感じです。はい。あと Webpack なんか機能がいろいろ多いんですけど、Webpack 側の主張っていう感じではありますけど、貢献かどうかちょっと怪しいんですけども、リクワイア JS とかブラウザ界と比べた比較表とかもあるので、気になる人は便利です。はい、やっとラスに来た。デュオっていうのがあって、これは、本当はパッケージ管理の方の、パッケージマネージャー側に分類で入れなくちゃいけなかったかなと思ったんですけど、一応ビルドシステムでもあるとは思います。で、やってくることは、さっきのはあくまでビルドしかやってくれなかったんですけれども、GitHub からモジュールを引き寄せてくるっていうこともやってくれます。で、GitHub からモジュール引き寄せてきて、さらに自分自身でビルドするというところまで、頭から最後まで全部やってくれるという感じです。で、書き方としては、JavaScript に関しては、ブラウザ界と一緒で CommonJS のスタイルです。で、CommonJS のスタイルでリクワイアするときに、GitHub のリポジトリですよね。ELF
スラフォーマットみたいなやつとか、まあ、ライブラリ名とかこういうふうに書いておくとビルドするときにその名前の GitHub のパッケージを勝手に持ってきてビルドの中に含めてくれるっていう感じです。で CSS も同じです。アットインポートとかもサポートしています。で、まあ、ちょっとここら辺はですね、これもまたチュートリアル日本語で、ね、探したんですけど全然なくて、どうしようと思ったら社内に何か書いてくれる人がいたので昨日急いで公開してもらいました。なので、細かいチュートリアルはこっちとか見てください。興味があります。はい。で、まとめとしては個人的にです。すごく個人の感覚というのはブラウザでコモンJSスタイルさえ理解すれば一番楽だし、まあ、設定ファイルもほぼ必要ないというところで一番僕としては今使うだろうと説明します。で、リクワイJSに関してはどうしてもそのバラで広げようとするというのはモバイルのネットワークパフォーマンスにおいてはなんかこう HTTP リクエストが増えたらやっぱ辛いじゃないですか。なのでちょっと微妙かなという気がするし、リクワイJSを一つにビルドする RGS というライブラリもあるんですけど、それを使ったところでそれだったらブラウザで使った方がなんか楽なんじゃないかなみたいな、リクワイJSの優位性というのが多分消えてくるので、ちょっと微妙かなというのが正直な最近の感想です。あとウェブパックは、まあ、もちろん便利なんですけど、その要件本当に必要ですかという感じで、あの小さいプロジェクト、小中規模のプロジェクトではほとんど必要ないでしょうし、最初はリクワイあブラウザから始めて途中からウェブパックにするとかも全然できるので、まあ、あの必要になったら思い出すくらいで全然いいのかなと思います。あと DUO は GitHub からインスタールするのとビルドするという一連の流れがすごいスムーズで嬉しいは嬉しいんですけれども、現状だと NPM とブラウザに組み合わせ比べてちょっと優位性が低いかなというのが正直な感想なので、まあ、頭の片隅に留めてもしも盛り上がったら あれのことかみたいな感じで覚えておくといいと思います。はい、という感じで以上の紹介だったんですが、まとめとしてはですね、まとめというにはちょっと偏ってるんですけど、まあ、NPM はもしかしたら集約されるかもしれない、されないかもしれない。あと、グラフトのバルブに関しては、まあ、好きに使い分けたらいいんじゃないかなと、今回紹介した違いを踏まえてという感じです。あと、個人的には NPM ランをちょっと押したい。と、今はこの JS スタイルが、まあ、フロントでも結構悪くはないのかなというのがあります。で、最後のモジュール管理に関しては、あくまで今の仕組みなんですね、どれも。結局はもうこれからちょっとWebコンポーネンス、HTML コードの仕様だとか、あと ECMAScript6 のモジュールの仕様だとかいろいろあるんですけども、そういうネイティブなものがどんどん発達するにつれて、またモジュール管理をどういうふうにやっていくのが正しいのかみたいなのが変わっていっちゃうと思うので、まあ、ある意味一過性のものだというのを割り切って、今使える手段を使うっていうのが一番良いかなという感じです。はい、以上です。アコンさん、ありがとうございます。